はい、というわけでどうもこんにちは、うるです。それじゃあね、今回も縛りまでやっていくというわけで、いきなりもうこのビッグキノコを確保して今回の動画始まっていきます。まあこのビッグキノコなぜ確保したかと言いますと、まあいつもの通りあのボス野郎に挑むためにこいつが必要というわけで、仕方なくこれ積んできました。それじゃあやっていきます。4の白、はい、とは4の白やってきまして、あ、これコインだったか、コインか、危ねえ、今のコインか、そうだよね、ここにキノコだもんね。あんな場所にキノコあったら俺泣くからね。てか、ここのステージってマグマが地面にある。うわー、危ない。ちょっとカロン、いきなりさ、てか、そうか、ここバブルも弾けてんのか、バブル弾けてんね。で、これ確か上にあったんだ。あー、ジャンプできなかった。あれ、てか、この、カロン、無音で復活したぞ、今のカロン。怖っ。何あいつ。敵頭ないか、マグマにやったらやられたのか、ザマーって言おうと思ったら、あいつ、普通に復活しやがった。なるほどね。あいつ、頭だけがマグマに落ちても普通に生き返るんだね。だ、生き返んないイメージあったけど、でもちょっと長かったよね、なんか。マグマに流されてやっぱ長いのかね。これ壁じゃん。で、これ確か上にスターあるんじゃなかったっけ。あ、覚えてるもんだね。で、これやって、ちょっとこのトス恨みないけど倒して、ジャンプの仕方癖強いな。すごいジャンプの仕方癖強いな。どこ行くね。で、これってこっからファイヤーフラワーって出ないか。出ないね。ちょっと待って、なんかさ、純粋に最近マリオが下手になってきてんだけど、みんな最近純粋に俺マリオ下手なんじゃないか説が出てきたんだよね。いや、だいぶ前からかもしれない。だいぶ前から出てきた説がある。もうここでこれね、死にたくないよ正直。ミニママリオで俺死にたくないよ。で、ダダダーン、というわけでこれ2枚目確保。ここそんなスタークイーン解釈難しくなかった覚えがあるんだよな。待って、いやらしいな、あのカロン。俺じゃカロンって落ちないよね。オッケー。これキノコ、あ、よかった、キノコだ、オッケー。で、キノコ回収で、カロンは踏んどいて、で、ドッスン出して、これちょっと嫌な場所、いやらしいタイミングだな。どっち、カロンが復活するタイミングできそうだと思うな。危ない。で、カー落として、ドッスン落として、俺もドッスンと一緒に落ちて、で、ここで来て、で、カロンはこっちが来れない。危ね、ちょっと危なかったな。で、これ、ジャンペン、うおー、通路にカロン。危ね。で、これジャンプで倒して、で、やっと中間、これ中間で、あ、みんな、あの右上のさ、ハテナブロックがちょうどタイマーの下のあれだよ。あん中にね、緑の悪魔入ってるから、あいつドボンしてやろうぜ、マグマの中に。あいつマグマの中にドボンしてやろうぜ。で、これで、で、今出すとあいつドボンできないから、ここだへん。ざまでございますよ。で、これ3枚目取って、で、あとはゴールするだけだね。あとはボス野郎と戦うだけ、ボスクリボーだね。で、ここバブル結構いやらしかったイメージあんだよね。バブルって意外といやらしいから、なんでお前そんな場所におんねん。乗ってるかと思ったわ。もう行ったかと思ったよ。とんでもね、待ってたんだよ、状態だったわ。さすがにコマンド。いや、ゴリ押しのウル。オッケー。危ねえ、ここマグマ来るんじゃねえの。危ねえ。で、この辺でバブル来るだろ。危ねえ。怖っ。やっとゴールだ。よし、オッケー。これでもうあれ、ビッグキノコ使えば、あいつに勝てるから、やっていきましょう。来たぞ、俺の最強ボス。最強ボスと自負してる。来た。どうやってでかくなってんの、こいつ。で、これで。はい。あ、これ残金1個減るが、うわ、よし、終わりだよ。対戦ありがとうございました。よし、オッケー。これで1回で進むなら、よしとしよう。よし、それじゃあ、次の5面行くか、みんな。さあ、いよいよ次5面だな。ごめんってね。いや、そんなこと、なんだこのギャグは、くだらねえな。ちょっと待って、ちょっと4面ちゃんとコンプリートできてるから、ちょっと確認していっていい？オッケー、スターコインコンプリートになってね、5面も。4面か。じゃあ次5面行きましょう。さあ、で、ちょっと待ってね。セーブしたよね。オッケー。それじゃあやっていこう。ここでだね、ここだね、5の1。レッツゴー！ワールド5の1。なんだこのコンボは！危ねえ！あいつ、後ろから多分あのガモン投げられたら閉じ込められて、ザ・アウトだったね。ちょっと待って。怖！いきなりあれ？いきなりあの仕打ち？ちょっと待って、怖すぎんだけど。で、これ、うわ、そうだ、これ雪に沈む。まずいぞ。ちょ、まずいね。危ない。ちょ、くんなっての、いやー、最悪だよ。いや、みんな待って、今のは俺の純粋に下手さだった。危ない。いやね、これこいつら多いんだよ。比較的こいつら比率高いんだよね、ここほんと高い。なんでこいつらこんな多いので、雪玉食らっても死なないっていうね。頑丈すぎる。頑丈オブザイヤーを受賞してね、邪魔なやつがいんな。ファイヤー、オッケー。で、こいつ倒して、で、ファイヤーフラワー出て、ストック分を確保できる。いいね。で、あれはまあ、このブロックの上がジャンプすれば届くかな。あ、そうだね、オッケー、届く、オッケー。で、あ、この先ガモンいたな。今音聞こえた、みんなクロリンみたいな音したっしょ。いや、
まあね、まあ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 、まあ、わざとわざと、これもわざとね、これもわざと、そう、これが強いの。あいつにとってこの技がほんと強いの。でもファイヤーフラグこっち側のとこあいつがしかいないから、でおっとこれもしてパタパタ踏まなきゃいけない。ちょっと待って、ちょっと待って、この先なんか、あ、そうだよね、多分パタパタ確定で踏むってことない、ないよね、ないよね。ちょ待って、まあまあ届くんじゃないこれ。オッケー届いた、あぶね、見極めて大事。一応置くね、雑魚的はいつでも湧くからね。あいつついてきてない、ちょ、あいつついてきてない。よし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 、開いたな、あぶね、マイトガイだったわ、あぶね、あぶね、マイトガイじゃねえよ、なんでマイトガイ出てきた。でこれまず一旦こっちに乗ってスターコイン確保して、お前を燃やす。オッケー、いいぞ、順調オブザイヤーを受賞してる。であいつは届かないね。オッケーオッケーオッケー、怖いわ。でこれ雪玉転がして、先のあっちに転がしてもろうて、でこれあれさす、いやこれは俺じゃないよね。ちょ待って、これ雪、いやーこれ雪玉に任せれば全てやってくれるんじゃないと思ったけど、そんなことはなかった。オッケー、でここ通り抜けて、いやちょっと待って、この雪沈みゾーンはちょっとまずい。ちょっと一回口側にクリボーをおびき寄せーのして、ちょっと待って、これちょ厄介だな。ジャンプ、オッケー、なんで復活しとんねーって、なんでこいつ切り返してきた、なんで切り返してきた、危ねえ。よしよしよし、ちょっと待って、ファイヤーフラッグ補充しよう、今だ。よし、俺ほら、よし、オッケー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 、あいつのキルじゃない、あいつのキルだからね、俺のキルじゃないからね、今のは俺のキルの場合減るから残機。オッケー、みんな分かった、あいつが殺したから、あいつが殺したから悪いんだ、全てスノーガモンだから、スノー、罪がいくな、スノーガモン。よし、オッケー、次のステージ行ってみよう。で、みんな5の2にやってきたんだけど、ごめんね、冒頭の挨拶忘れてたわ。あの冒頭の挨拶つうか、あそこのなんかいつものじゃあ次のステージやっていこうかみたいな部分忘れてたの、ごめんごめん。で、これこいつ叩くじゃん、あ、これ横面にいても平気なのか。こてか、こてメットのステージって、このなんかさ、ブロックいっぱいある場所って何もないよね、さすがに何もないと思うんだ。一応進んでみるか。で、ちょっとここ氷ステージかよ、うやだ、もう滑るステージって俺嫌いなのよ、もうこういうのって氷ゴリってね。いやごめんね、気温が 3度ぐらい下がったね。で、これで、うわお前かよ、ちょっと危ねえんだよ、ね、これ土管とか入る、つい出てくんの。ちょっとファイヤーフラワー出すわ、危ねえ、でも俺ちょっと下側よそ見てた、なんかバッと突っ込んできやがった、怖っ。ここで残ることはいないよね、あれ残ることはいないよね、それそう信じてるよ俺は。あ、てかスターコイン上にあったね、あ、普通にあるんだここに。で、これ取って、ファイヤーファイヤーで、オッケー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 、で、全員やって、で、この洞窟って入れるか、待って、入れるかな、待って、入ってみるか。あ、入れた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 ね。で、入って、で、ここ何、おお、何、びっくりした、なにこいつ、ちょ、危ねえ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 、こんな隙間に落ちそうになるやついる、危ねえ。これでこいついて、あの子なんだ、道調べしてくれてんのか、ありがとう。あ、しかもスターコインあるじゃん、これでじゃあ羽ジャンして、ああ、ありがとう、喜んでる、うぃ、ありがとう。なんかよくわかんない、ガマ口があるかも、ファイヤー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 、そう、届かないか、ちょうどこの辺で届くか、よしよし、オッケー。これであいつはもう俺に手を出すことはないから、あいつは安心して生きられるぞ。さて、これこっち来た道とかってさすがになんかあるね、危ねえ、氷逃すとこだった。こんなスターコインでまばらになってることある。これダッシュしちゃうとこのバネ持っちゃうから、これポイっていって、オッケー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 、これで確保して、でこれこっちが行って、よし、じゃああとはゴールするだけか、ゴールしましょう、危ねえ。でこれで危ないどけて、危ないどけて、危ないどけての、危ないどけて、それでこれダッシュで行ってもよかったな。でこれであいつバット、よし、ファイヤー出なかったんですけど、今 Y ボタン押して俺止まったよね、一回止まった後ファイヤー放ったけど全然出なかったわ。ちょっと待って、なんかやばいな、これ純粋 Wii パッド割れた寿命か、これ。いや、そんなことはないはず、俺の純粋プレイングスキルが下手なんだ、あぶね。そうだね、今のね、今のとかね、そう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 、で、そう、こういうのとかね、みんな何も言わないで、俺のほんとプレイに何も安心感を出さないで、こういうのがいいよ。 OK、 これで下行って、で、あのどっかもうスタッフに回収してるからもう平気だよな、全般的に。これで何もない、とりあえずこれ先進んでいくか。で、パラパラパラーンってわけでどんどん進んでいきましょう。で、あいつこのちょっとメット君がこっち来てくれるの待って、ジャンプに全然勢い出ねえじゃん、氷の上だから、氷俺苦手なんだよね。まあいいや、とりあえず氷しよう。誰もいねえな、誰もいねえよな、よかった、てる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 、安心。というわけでゴール173秒、はい、というわけでじゃあ次のステージ行ってみようか、次のステージ最後にしようか。じゃあ最後のステージはここか、スターコイン進めていきましょう。こここれはここはどこだ、5の A かな、多分5の A だと思うね。じゃあ5の A やっていこうか、レイライゴー、5の A、
え、これか、なんかよくなんか伸びるやつでしょ、伸びる伸びるストップでしょ。あー、ストレッチマンだこれ。ちょっと待って、これ機能解除したら俺知らない。危ねえ、これこの上にいた方が安心だな。あ、危ねえ、ちょっと待って、今危なかったね、ちょっと危なかった、これ勢いでいこう。お、危ない、勢いでいったら死ぬとこだった。危ねえ、ダメだ、勢いでいったらダメだね、これ。で、これこっち行って、これこっち行って、なんかあの上スターコインとかありそうで怖いけど、まあそれで2枚目だったら戻ればいいから。で、これこっち行って、で、これこっち行きます。これ上届く、あ、届くね。で、これで、なんか赤コインはまあとりあえず放置でいいでしょう。なんかスターコインねえな。なもう真っ暗で割と中間地点行っちゃう。うわー、なんでお前おんの、ねえ、なんでお前おんの。くっそ、あいついんのかよ、ここ。ここあいつのステージかよ。で、こいつ止まるんだよな。ファンファン言うか止まるか気をつけろ。いつファンファン言って止まるかわかんねえよな。で、これ多分あそこが伸びるから、そこの上に乗ればいいよね。オッケーオッケーオッケー。で、これ多分一回縮むから、待って、スターコイン回収してから赤ボタンで戻るか。そうだね。で、これで、ポイント取って、で、これでやって。オッケー、危ない。で、これで一回乗って、乗っといて、タラタンタラタンタラ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 、ボラ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 、オッケー。てか何エスターコイン1枚目だったね、よかったよかった。ちょ待って、なんであいつあんな場所にいんの、厄介すぎんだけど。やだ、え、危ねえ。ちょ待って、あいつはそっか、伸び縮みにも対応せんのか。じゃとりあえず先進んでいこっか。で、これあっち側に行きたいけど、ちょっと待ってね。で、これこっち側行って、で、これ間通り抜けるか。うん、よし、オッケー、ダメージぐらい確保。だって、んこのブロック何、この意味深ブロック、ちょ、ケツブロック。あー、なるほどね、了解した。これね、え、キノコ出た、え、どっか行った、何あいつ、あいつ自害。で、これこっち側行って、だからもうマップだと割と、あー、これ2枚目かな。じゃあ2枚目取りましょうか。さて何枚目、ちゃんと2枚目だよね、3枚目。あら、やだ、でもう目の前ゴールだしね、それあるわけねえわな、2枚目。危ねえ、ちょっとギリギリだった。ちょっと待って、これどっかにスターあるんじゃねえの。ちょっと待って、ちょっとどっかにスターあると見た、これ多分これスターじゃないの、これツタートみたいよ、俺。ちょ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 、危ない危ない、戻り方の癖が強い。で、これで、これ多分ツタでしょ。お前かい、帰れ。だって、じゃあ多分ここら辺だよな、多分。え、ここ？ここにあると思う、みんな。これか？これか、みんな。これかもしんない。あ、これかもね。ちょっと叩いてみる。うわぁ、うお、出た、あ、出た。待って、あー、これか、あ、よかったよかった、これで回収はできたわ。さて、オッケー。で、これツタ、これ止まるのおかしいよね。なんかブロッカーで止まるんなら分かるし、もなんでここで成長止まったんだろうね。こいつの限界だったのかね。じゃあとりあえず飛ぶか。さて、これで、いや、高いな、ちょっと待って、これ危ねえ、みんな危ねえ、これ多分 B スイッチだ、 B スイッチ押せってやつだ。危ねえ、今危ねえ、コイン取ったら多分足場なくなった、あれだったね、取れなかったわ、危な、騙しだったわ。はい、ケツブリン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 、ケツケツケツ。これどこに置いてくるの？あ、よかった、こっからされてくれんの、両親。もう、これであいつらとはもう出会うことがない。あー、よかった。待ってね。危ない。届け！よし、オッケー。で、これでもうゴールから。オッケー、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 オッケー。よし、よかった。割と今回、残機少なくすんなんじゃない？それじゃあみんな、今回動画ここまでするわ。で、次回、4の、5の砦から、5の砦からやっていくわ。バイ！